鴨もなし、バンされた。え、それ知らんかった。あ、そうなのじゃあ、ケ視って言わないとダメだ。今度から。あの、話に出せなくなっちゃう。話に出した人もバンされちゃうから、あの、ケ視って言わなきゃいけなくなるわ。ゆゆうたのコンカフェで働いてる女はブス。<笑><笑>えっ、ー、え、バンです。<laughs> 至極当然。<laughs> えーっと、バンです。あの、アウトよりのアウトだね。 は <laughs> えなこは臭いって言ってた。<laughs> いや、まあ、まあ、まあ、でもまあ、俺は、俺が好きか嫌いかっていう話は置いといて、そういう話はね。まあ、番でしょうね。はい。すごいな、やっぱ尖ってたんだな。よか、よかった。ワンチャン、俺の枠でそれ言ってたら、俺が番になってたわけか。ちゃんと俺の、 配信だからっつって気使ってくれてたんだな。いいやつじゃん。えー、かもなし、あ、DSD 版前の発言。え、なこの子は逆さい。配信のいいと,とこだけを吸おうとするコースケは嫌い。<laughs> こんかべの女は <laughs>、えー、うん。えー、女でせに頼るのはバカかっこ男も、ジョージは何も成し遂げない。ジャンとジョージ鍛えてるよ、ロガリ。でもジョージは可愛くてコラボしたよ。うん、<laughs> すごい。<笑><笑>いや、まあ、あすごい。いや、やっぱ、 なんだろうな、この時代に逆行している姿がもはや美しいまであるな。普通のこと言って何があるまあ普通ってなんだっていう話もあるからな。 誰が何を言うのが普通なのかっつう。まあ、ツイッチが晩したのであれば、それがツイッチの普通であるわけだし。あの、俺たちの普通と、ツイッチの普通は、もしかしたらちょっと、ね、乖離してる可能性もあるし。まあ、それは、もう、わからん。しかも一般のカップルを打ちながらそれを言ってたんだ。すごい、ほんとに美しい。<laughs> しかも夜桜、美しい桜を見ながら。<laughs> あもうめっちゃくちゃじゃん、もう。<laughs> とっちわかってんな。<laughs> いやー、だってせっかく今ね、なんか釜橋配信、ちょっとね、頑張ろうみたいなノリになってきたのに、その出花をくじかれるのは、いや、俺もさー、 なんかエロバレーやってさ、あの、お、俺の配信はここから始まるんや、みたいな、俺はエロでやっていくんや、って言った矢先の番だったからね。やっぱそういう、なんだろうね、よし、頑張るぞって時に、バンされるのって結構なかなかね、心に来るところがあるからね。おもろかったのが俺、俺アーカイブ確認したらさ、あいつ俺がトイレ行ってる間に、よし、ゆうたの配信バンさせようぜって言ってたらしくてさ、<laughs> 結局、結局お前がバンされるんかいっていう <laughs>。<laughs> なんか、日本昔話じゃねえんだからさ <laughs>。あの、悪いじいさんがそのまま <laughs>、あの、なんかちゃんとね、罰せられるみたいな <laughs>。綺麗な因果応報があったなと思って。うん。スイッチはアメリカのプラットフォームなので日本の常識は通用しません。でも、あの、彼のバンされた理由聞いたけど、日本人の僕でも真っ当だと思いましたよ。普通に <laughs>。言っちゃいけないことは言っていたらしいからね <laughs>。 <laughs> そこは多分もう世界共通だと思う <laughs>。日本人の僕が見ても、まあアウト寄りの発言なのかなとは思いましたけど。別にそれがいいか悪いかは置いておいてね。うん。え、その後、ニコ生でカラオケしたの <laughs> 朝4時まで歌い続けたっていう噂があるけど、それ本当なのマジか。なんか、いいな。尖ってんな。